よろしくお願いします。出口クリスタです。28歳です。1995年10月29日生まれです。サソリ座です。黒、大型、長野県塩尻市です。柔道してます。3歳からかれこれ25年やってます。一応大外刈りです。はい。スポーツはないです。ピアノ教室に 5,6 年ぐらい通いました。今は猫4匹飼ってます。ツナ、マヨ、鮭、むすび。やめたいと思ったことなんてもう数え切れないぐらいあります。低学年までは楽しく柔道やってたけど、中学年になるなってからは団体戦で使われたりとかするようになって、勝ちにこだわる柔道、勝ちにこだわる練習になってからしんどくなりました。社会人になってからはあんまり思わないです。大学も思わなかったかな。高校までが一番思ってたんで、そこからちょっと変わりましたね。昨年は割と豊作で、世界的な大会で7つぐらい入賞してて、優勝が多分結構そのうちの半分以上が優勝なんで、割と上出来だったんじゃないかなと思います。表彰台に乗らなかったの多分1回だけだと思うんで、8試合ぐらいかなと。そうですね、増量はあんまり考えたことなくて、体重維持を意識して、で試合前はやっぱ体重 3,4 キロ、まあ、多くて5キロぐらい落とさなきゃいけないんで、その時だけ減量してっていう感じですね。2022年は減量すごい意識してて、普段の体重を58キロぐらいに、減量1キロから2キロぐらいにしてたので、体重は軽かったけど、なんかあんまり試合の調子が良くなかったから、多分自分に合ってないんだなっていうことで、まあ、今年はそれまでやってきてた60から61ぐらいでキープして、直前で落とすっていうのをやってます。5日前ぐらいに現地入りするんで、海外の計量の1日前ぐらいまでは、まあ、朝ごはんは食べて、昼ごはんもちょっと食べて、夜ごはんはあんま食べないのを続け、水はいっぱい飲んで、3リットルとか4リットルぐらい飲んで、計量前日になったらもうほぼ何も食べず、ブドウ糖だけ食べて、あとカフェイン取ってアップして、汗かいてお風呂で減量してっていうのをやってます。あんまりでもカロリーとかは全然気にせず、カロリーは取るけど重さのないものとか消化のいいものと食べて、何も食べなくなるのは本当計量の前日ぐらいからは、食べてもバナナとか、あとカリウムが多いもの、汗出したいからですね、プロテインとか EAA も飲むんですけど、あとドライフルーツとかナッツとか食べてます。計量 57.0 以下じゃなきゃいけなくて、で翌日に 5% 計量っていうのが抽選であって、抽選で当たると、まあ、5% なんで 59.8 までしか増やせない、59.8 超えてると失格になっちゃうんで、それも頭に入れながら体重を戻さなきゃいけないってなるので、まず経口補水液を飲んで、ブドウ糖飲んだり EAA 入れたり、果物ジュース飲んだりとか、飲むがもう欲求がすごいんで、まず飲んで、で食べるときは炭水化物を摂るようにしてます。大学生の時は今よりも練習量が多くて、食事も全然マジで全然気にしてなくて、で減量がまあまあしんどかくて、で社会人になってから自分でメニューを組むようになって、でちゃんと料理もするようになって、でもパンデミックが起きてすごい体重が増えちゃった時があって、66ぐらいまで、その時に妹が52キロ級に落とす、もともと57キロ級だったんですけど、同じ階級だったんですけど52に落とすっていうことで、じゃあ自分も食生活見直そうっていうことで教えてもらいながら食事制限を始めたら 58.5 ぐらいまで落ちたんですけど、減量はしんどくないけど体が軽すぎて外国人のパワーについていけないなっていうことで、結果もうちょっと体重、普段の体重が60ぐらいで、減量して57で、リカバリーして60ぐらいがちょうどいいな。
58で多分減量してリカバリーしても多分58ぐらいにしかならないんで、2キロも差あるし、多分外国人62とかまで増やすんで、最終的にそう考えたらそこのギャップは少ない方がいいなっていう、少ない方がいいなっていうことで60ぐらいからが一番自分に合ってるかなと。日本の柔道は技術に特化した柔道なんですけど、やっぱ外国人今はちょっと変わってきてるけど、やっぱ技術力で劣るからということで筋力で立ち向かってきてるので、もう力はやばいですね。練習の仕方も違うし、そのメニュー1週間の柔道をやる量だったりとか、トレーニングに割く時間が多分日本と海外は違うなと思います。多分日本はトップレベル の, その選手は分かんないですけど、まあ、普通の大学とかだったら収録で柔道して朝練をランニングかトレーニング交互にとかだと思うんですけど、カナダは週3かな柔道の練習で、午前中はトレーニング、週1技術練習だけど短い、もっと短いやつでって感じなんで、トレーニングを週4なんで、まあ、違う、なんか難しいんですけど、なんか違うんですよね、両方の練習出た感じ、うん、トレーニングの種類も多分違うことをやってるなって思います。うん、まあ多分それも人によって違うとは思うんですけど、まあでもオーソドックスなスクワットとかで足を鍛えて、まあ、ベンチやったりとか懸垂とか割とオーソドックスなやつをやってると思うんですけど、日本でやったことなかったんですけど、カナダ行った時はもう台を高くして寝転がってこうガンって引く、瞬発的にそういうのをやったりとかして、まあ、柔道のに科学的に特化したトレーニングを見たことないなっていうようなことをやったりしました。一番上がった時はでも75、100キロ上げるやついるんで、同じ階級でロシア人なんですけど、スクワット100でも110とかだと、でも今スクワットとかトレーニングやんない、まあ、シンプルにあんまり好きじゃないっていうのもあるんですけど、なんか筋肉痛好きな人いるじゃないですか。筋肉痛好きな意味が分かんなくて、なんか筋肉痛が別に嫌ってわけじゃなくて、筋肉痛で柔道に支障が出るのがすごく嫌で、だったら練習をもっとちゃんとした方が体に効くなって思うタイプなんで、だからあんまやんないです。筋肉痛にならないトレーニングだったらチューブとかをやるんですけど、最大の重さを上げれるようなこととか、あと増量したくないのでやんないっていうのもあります。男子は結構普段からやってますね、ゴイゴイ。女性は多分怪我しない体だったりとか、あと瞬発系とかを多分メインにやってると思います。いい年になってきたんで怪我をしないことは一番なんですけど、短いスパンで試合が多いんで、何か一つの技を突き詰めるっていうことが結構難しかったりするんですけど、まあその短い試合の中でなるべく変化じゃないけど違うことができるように練習してるつもりではあります。練習好きじゃないからな一番好きな練習一本取り、立ち技の、うわー、寝技関連、寝技のランドリーとか。相手を怖いと思ったことはないですね。みんな怖いですから、まあ、負けが怖いとかはあるけど、相手が怖いと思ったことはないです。よく屈伸はしちゃうな、多分それがルーティンになっちゃってるんですけど、あんまルーティンを作らないようにしようとしてるけど、屈伸したり、あと変な声を上げる、なんかよくうわってやる人いるじゃないですか、あんな感じのことをやってます、舞台裏で。それで気合を入れてます。いやだすごい入る時もあれば、やっぱ国によって柔道の人気度も違うので、やっぱすごい人気なところでだと、しかも特に海外はみんな応援したりとかブーイングしたりすることを惜しみなく何も考えずにやってくるので、自分がじゃない時に見てると、わすごい歓声だなとか思うんですけど、いざまあ試合の時になったら何も聞こえないですね。先生の言葉も聞こえてないですまあだから、まあ、こうなりやすいタイプではあるんで、あんまり気になったことはないです。そんな余裕がないです、もうそんな周りのこと聞いてる、ない。別にこの音楽を聴くとかもないですし、ありのままで。いや車でめちゃめちゃ歌ってますよ。そのカラオケで歌う曲が最近もう限定されてきちゃってて、 4,50 代が喜びそうな曲ばっか歌ってたら今の曲が分かんなくなっちゃって、ジュリーとか歌ってます、勝手に仕上がれとか、そこら辺歌ってる英語はちょっとです。
そう、専門的な用語とかまだまだ勉強不足でなんであれなんですけど、死にはしないと思います。多分滞在はあるけど住んだことはないです。その転々としながらなんで、海外とかも結構ここに1ヶ月とかはないです。2週間とか、1ヶ月以上日本離れてるけどその間に3カ国行ってたりとかするんで、一つの場所に長くっていうのはないですね。それよく聞かれるけど、もう一回でもイタリア行きたいなと思います。いや、なんかかっこよくないですか、響きもいいし。もう一回ちゃんと行きたいです。いっぱいありすぎてあれなんですけど、うわこれうまいな、日本にもあったらいいのにっていう料理は、トルコとか中東系のバクラバっていうスイーツがあるんですけど、うまってなりました。やっぱ安定して、でも鮭のハラスとかイクラとかプリン体が多いものが好き。芋羊羹とかもよく不食で食べたりするんで、羊羹系とか好きっすね。なんか多分こういう時にすごい豪華な肉とかにするべきなんだろうけど、死ぬ時に胃もたれしたくないから、ばあちゃんが作った漬物で米食うかな。多分最近ごぼうの漬物を10年ぶりぐらいに、自分がもううるさすぎて作ってって作ってくれて感激。あれがうまいんですよ。美味しいの食べてないからまずいだけかもってのがピータンとホヤ。あんまり好き嫌いはしない方です。戦いたいは分かんないですけど、会ってみたいなと思うのはやっぱ宮本武蔵とかは会ってみたいな。やっぱこのご時世にまで語り継がれるなの持ち主はどんな人なんだろうってちょっと気になりません？しかも二刀流でしょ。どうしたらそこにたどり着いたのかとか、多分何か壁を越えてそうなってるわけじゃないですか。進化してるから、どういう風にそのアイデアが生まれたのかとか、切り捨てられない程度に聞きたい。下平平とかそれぐらいしか出てこなかった今。会ってみたいなだったら半間裕次郎、戦って痛くはないですね。いやだって誰にも勝てないですよ、入場のやつなんて。多分特殊能力ありだったらフィジカルギフテッドです。シンプルに重力ゼロでいいから身体能力を爆上げしたいです。多分負けるだろうな、でもまあっていうのがタスマニアンデビルとかかな、多分負けるだろうなって感じですね。多分シロクマかグリズリーじゃないですかね。陸の生物だったら多分シャチの方が強いとは思う。海だったら、群れだったらハイエナとかですかね。まあ今年自分がずっと目標としてきた大会があるので、まあ、まずそれに出て優勝できるように、まだあと数試合残ってるので、そこでしっかり、まあ、勝って出れるように全力で頑張りたいと思ってます。全くこのプロポーションで生まれ変わるのだとしたら、マジで一般人の道を歩みたいです。野蛮なことはせず、柔道はやらない。本日はありがとうございました。ありがとうございました。